一般路線バス高速バス貸切バス大分バス株式会社は大分県中部及び南部を営業エリアとする乗り合いバス貸切バス事業者である1924年から大分市で山佐自動車というタクシー会社を営んでいた佐藤恒彦山中和夫の二人が1935年に大分市内のバス路線数路線を買収し 個人経営の大分バスを創業した。翌1936年に大分市と鶴崎町を結ぶ路線を買収し、1937年に資本金10万円で株式会社として設立した。以後、戦時体制下で大分市を呼び、大分県南部のバス事業者の吸収合併を進めた。現在では大分市内の多くの地域と湯ぶ以南の 大分県全域を営業エリアとしているが、過疎地におけるバス事業を子会社の大野蓄電バス及び、薄津交通に分離し、大分バス本体の営業エリアは、大分市、湯部市、佐伯市が中心である。他社と共同で、大分市と各地を結ぶ高速バスも運行する。1960年代から、大分県内に進出した近畿日本鉄道の参加に入り、 近鉄グループの一員となっていたが、2005年に整理、改修機構の支援による指摘整理が行われ、100%の減資を行った、上で新たに出資者を募ることになった。このため、近鉄との資本関係はなくなり、新たに西日本鉄道が2000万円を出資し、地元企業も支援するほか、大分県も2000万円の支援を行った。 大分バスは2010年3月期に債務超過を解消し、大分県は2013年3月に出資を引き上げている。同じ大分県内を運行する大分交通、亀のノ、e、イバスとは共通回数券を発行していたが、2000年3月1日からは時期カードとした大分共通バスカードを導入した。2010年12月から2011年度にかけて、 だいぶ共通バスカードに代わり、西鉄グループが導入している IC カードにもカをメジロンにもかとして導入している。湯布市より委託を受け、湯布市、コミュニティバスを運行しているほか、子会社の大野蓄電バスが、武田市より委託を受け、武田市、コミュニティバスを運行している。この他にも、各営業所のもとに端末と呼ばれる車庫が多数存在する。 大分市、湯部市は、大分中央、大分南の2営業所で、路線バス事業を担っている。佐伯市には、佐伯営業所が設置され、佐伯市内の路線や、大分佐伯線を担当している。すべて、大分県。高速バスのみ運行している、市町村は除く。だいぶ、駅前乗り場営業所は除く。系統番号について2006年12月より、 大分市内を走る一般路線バス全路線に対して従来の行き先番号制に代わってアルファベットと数字を組み合わせた系統番号制が導入された。先頭のアルファベットが帰還経路を次に来る数字の10の位が準帰還経路を1の位が終点を示すものでだいぶ交通大分バス共通の制度である。帰還経路については 中心部からほぼ真北へ向かう経路を A とし、以下経路の方角に対して時計回りに B、C とアルファベット順に記号をつけ、最後が北西方向の R となる。ただし、I、N、O の記号は使われない。大分バス運行各路線の系統番号を大まかに分類すると次のようになる。なお、頭文字の異なるに方面を直通する系統の場合は、 順番が後になる方のアルファベットが付けられる。例えば、が、系統番号の頭文字となる。ただし、以下の例外がある。なおこの節において、大分市中心部発着路線の奇襲点を便宜上、すべて、大分と記載しているが、実際は、各方面別に、始発、終着停留所が異なる。始発地については、舞鶴町方面へ向かう便では、 大分駅前が、始発、熊本駅特急バスと薄木、佐伯、武田駅は、近地ターミナル。その他は、県庁正門前が、始発地となっている。大分駅では、舞鶴町方面と元町、明野方面からでは、大分駅前、大道方面からの便は、コンパルホール入り口が、終点となる。なお、一部の便は、大分駅前から先、 ホルトホール大分洋子館高校、西山公園か名の本上野が、丘中学校前、木にて南2丁目と延伸する。アルファベットなしわさだタウン発着路線は、基幹経路、経路参照。上野線駅南側の上野旧地区へ向かう路線。短い路線であるが、大津循環線、岩田循環線との直通運行が多数、設定されている。 国府循環線中心部南側の国府地区を循環する路線。JR 九大本線国府駅とはやや離れた道を通る。大分キャンバス、大分交通と共同運行。また、循環運行となっている。スクールバス各線通学路線で休校日は運休となる。35系統は途中ノンストップ。なお35系統は、 2003年3月31日の JR 九州バス坂の支線廃止に伴い通学の足を確保するために開設された路線である。2017年3月31日をもって別府大学短期大学部への30系統が廃止されている。鶴崎発着各線機関経路、C 大津巡管線大分川右岸、国道197号北側の臨海地区を 循環する路線。大分市営陸上競技場や新大分球場、大津運動公園などへのアクセス路線でもある。上野線及び、富士見ヶ丘緑ヶ丘線との直通運行が、設定されている。また、大分交通の田室町経由県立図書館線との、相互乗り入れ運転を行っており、その場合は運行途中で、系統番号を変更していたが、 2008年4月1日より、解消されている。岩田循環線大分川右岸国道197号南側の、古が鶴、鶴、岩田町地区の住宅地を循環する路線。一部は、上野線との直通運行となる。大須、岩田循環線前述の大須循環線と後述の、岩田循環線を合わせた路線。他方面との直通運行はない。 臨海経由鶴崎線大分と鶴崎を臨海産業道路経由で結ぶ路線。大分から鶴崎へ向かうには遠回りとなるため、行き先表示は日本製鉄製門前、三差となっている。国道197号舞鶴橋を渡り、中鶴一丁目交差点を左折、県道22号臨海産業道路を東へ進む。 八坂停留場を出ると、中島川を渡る橋の手前で、左折、三佐停留所まで行って折り返し、再び臨海産業道路を八坂まで戻り、その先で左折し、住友科学の工場沿いに南下して、鶴崎へ至る。帰還経路、D 流通り経由下、高松、三塚は、海原橋川流通り経由の路線。花鶴停留所の先、浦川を渡って、 のっこし交差点を左折し、国道197号を離れる。花高松にはかつて、高木営業所があり、その当時、大分花、高松間は出入古路線の一つとして、多数の運行があったが、現在は1時間あたり2本程度の運行となっている。花高松から先3日は、海原橋方面への運行本数は、極めて少ない。 城南団地線との直通運行が多数設定されており、このうち m 9 0には東浜方面を経由する。なお、D21 はかつて大分から花高松三塚和間の区間運行をしていたが後に M91 として統合され、廃止された。巻経由1里塚線大分市中心部から大分市横の一律下へ向かう路線。 e の一里塚前は、明けの経由欅台線の方が安く早い。萩原経由明けの団地、パークプレイス方面池の平経由国道197号経由で、明けの団地へ向かう路線。大分市中心部から、明け地区へ向かうにはやや遠回り。国道197号沿線の各地区から、パークプレイスへのアクセス路線としての役割も果たす。 D46 はそのまま、メラバイパス経由で大分まで運行される。D51 終点の K が、丘は、新興の小建て住宅団地で、団地内では両方向とも K が、丘コスモ公園 K が、丘ペガサス公園 K が、丘センターハウスの順に停車。K が丘発着の大分発が K が、丘センターハウス止まり、大分行きは K が、 岡子スモ公園始発となる。高木経由森町、横方面平日一往復のみ運行される。高木、鶴崎、大分市東部方面大分市中心部から国道197号を東へ向かい、市東部の高木、鶴崎、大在、坂野市、佐賀の関などへ向かう路線。大分鶴崎間は日中でも多数運行されており、 感染的存在である。また、土曜、日祝には、大学病院線、藤ヶ、丘、田尻線、藤見ヶ丘緑ヶ丘線、四季度団地、清和大線との直通運行がされているが畑中、線については、平日の一部便も直通する。坂の四度目は、佐賀の赤線の区間便的存在であるまで、運転されていた。 この路線短縮で坂の首都部地区の最終が90分近く早まった。中保祖線は1990年代までは終日1時間に1から2本と多数運行されていたが、現在は前述の通り町、深夜のごく限られた本数となっている。坂の赤線の急行運転区間は中央通り高城間で、伊藤は確定。 JR 九州バス佐賀の関線の廃止に伴い、埼崎駅の駅前まで乗り入れるようになった。また以前は、休校日により停留所数を絞った、特急便や、大在駅裏経由も設定されていた。車両は1980、90年代は、観光バスからの格下げ車両や、ワンロマタイプの車両、さらにはテレビを設置した車両も運行され、2000年代初期では、 貸し切り格下げのハイデッカー車両が使われていたが、現在は、全微に一般車両に置き換えられた。白原線は以前は、明けぼの台行き、または、明けぼの台経由上原行きで運行されていたが、現在は、明けぼの台団地内には、乗り入れていない。帰還経路、EE39、丹野原、高井ニュータウン、メラバイパス大分線は、帰還経路 F、F、G、H、 J を参照。羽田巡環線中心部東側、大分川東岸の羽田地区を循環する路線。メラ線中心部南東のメラへ向かう路線。メラバイパスは経由せず、下群、羽田地区の住宅地を抜けて、片島地区にある終点埋領へ至る。道が狭い区間があるため、中型車で運行される。メラバイパス経由、パークプレイス線、メラバイパス経由で、富士の台。 夢が、丘、パークシティ、明野など、比較的新しい住宅団地を結ぶ路線。E30E31 系統は萩原経由で、大分まで運行される。北下郡経由明野団地、大分高校方面県道21号経由で、大分市中心部東港の住宅団地である、明野団地へ向かう路線。団地南端にある、大分高校。 情報科学高校へのアクセス路線でもある。運行の中心となるのは E41、明けの団地循環で、毎日から2本程度運行。明けの西小前経由便は、本数が少なく、峠工事国及び運転免許センターの試験、講習の時刻に合わせたダイヤで運行している。明けの西町経由放送台線放送台を、循環してきた道を大板へ戻る。 大おむね毎時一本運行。明野経由大分市東部方面県道21号を、通信し、明野地区を経由して東部へ向かう路線。E61、E67、E70 の各系統は大おむね毎時一本程度、その他の運行本数は少ない。また、旧川内ハイランド線は、団地内では、大分発、大分行きもに、宮川内団地一丁目度2.3。 4丁目、ハイランド郵便局の順に運行するが、大分発は、ハイランド郵便局止まり、大分駅は、旧河内団地1丁目始発となっており、循環路線にはなっていない。E71E72 は、大分東高校の通学路線で、同行の休校日は、旧河内ハイランド線として運行される。東園団地線は、 道が狭い区間があるため、基本的に中型車で運行されるが、2017年8月頃に一部の便で大型車で代走したことがあった。基幹経路 FGHJ 大分市中心部と大分市法上にある大分県立病院を国道2 1 5号経由で結ぶ路線。県立病院が市内中心部の高砂町から郊外移転されたのに伴い開設。 なお、県立病院線自体の運行本数は少ないが、大道、船井大橋を経由する全路線が、国道上にある、県立病院入り口停留所を経由し、さらにその中の一部が、病院正面の大分県立病院停留所まで、乗り入れる。畑中線大分市中心部と畑中を結ぶ路線。一部が、県立病院経由で運行される。 北条経由便は羽谷立橋の南から国道442号に入ってすぐの田中五佐郎左折。住宅地の中を通って畑中へ至る。県立病院経由便は府内大京北交差点まで国道210号を進む。終点畑中は大分刑務所の正面になる。一部の便は鶴崎線との直通運行となっており、特に 畑中発では、大半が、鶴崎行きとなっている。横塚あず発は平日、土曜の早朝一本のみ。沢田団地、三吉台中央経由富士が、丘、田尻グリーンハイツ方面大分市中心部から、宮崎台地区、三吉地区、沢田地区の住宅団地を経由して、富士が、丘山手へ至る路線。一部は、田尻グリーンハイツまで運行される。 元町経由便は国道10号を進み、大道経由便は国道210号を進んで、船用橋手前で国道10号へ合流する。三好吉台中央経由便は平日朝のみの運行である。式土団地、聖和台方面国道10号を経由して、市南部の式土地区へ向かう路線。行き先表示はそれぞれ、式土団地、式土団地、聖和台。 JR 時期小駅手前の式都団地入り口交差点まで国道10号を進む。式都団地経由清和台行きは一旦式と北まで行った後引き返して清和台方面へ向かう。式都団地を経由せず清和台方面へ直行する便の運行は少ない。一部の便は鶴崎線との直通運行となっている。かつては清和台行きと式都団地行きの運行は 完全に独立していたが、両団地が近接していることから系統が統合され、現在の形に再編された。また、大分工業高校終点付近に乗務員が、現地出退勤をする端末があったが、高江端末と統合されて廃止された。大分大学、高江ニュータウン方面市南部の大分、大学丹野原キャンパス、高江ニュータウン方面へ向かう路線。 大南団地域の行き先表示は、高江ニュータウン。高江ニュータウンの整備により、丹の原線と阪電大団地線を統合して、開設された。国道10号を進み、大分大学入り口交差点で左折、立体交差をくぐって、国道西側の丘へ上がり、大分大学生門停留所へ至る。平日はここから、丹野原キャンパス構内まで入る便がある。この先、 JR 法飛本線大分大学前駅の脇を通り、住宅地内の端の限定留所へ至る。その先、低層住宅の並ぶ高いニュータウン、半田大団地、大南団地内を通って小さな折り返し場のある終点大南団地北へ至る。なお2002年に法飛本線大分大学前駅が開業したため、大学アクセスの中心はそちらへ移っている。 E39 は、平日の朝一本、大分駅前行の運行される、通勤路線。単の原始発で、通常の大分方面行きとは逆方向に進み、大南団地西の先で、国道1号大分南バイパスへ入って、北上、メラバイパス経由で、大分市中心部へ向かう。以前は、単の原線と、大南団地線の路線系統は、独立していたが、 丹野原と大分南高校の間に大規模な住宅団地が整備された経緯もあり、路線統合の上、経路が再編された。2015年4月1日、F41、F42 の一部を大分駅南口方向に延伸。大南団地北発は、金池南二丁目終点、大南団地北駅は、ホルトホール、大分市発。 大分と次臼杵線大分市中心部と臼杵市役所を結ぶ路線。行き先表示は臼杵。国道10号を進み、船井大橋、宮崎、と次を経由。大南大京北交差点を左折し、榎の峠トンネルを経て、梅ヶ丘団地の先で県道25号へ入り、大分市吉野地区を経て、県道終点から国道502号へ入る。 土橋交差点から県道33号へ入り、薄木市中心部を経て、薄木市役所へ至る。平日朝の大分方面始発便のみ特急で運行される。かつては、県内主要都市を結ぶ特急バスとして運行されていた時代もあり、薄木市仏にちなみ、石仏という愛称で運行されていた。帰還経路、京民河原経由富士が丘。 タジリグリーンハイツ方面を置いた市中心部と南部の住宅団地タジリグリーンハイツ、富士が丘ニュータウンを結ぶ路線。タジリグリーンハイツ線は基本的にはタジリグリーンハイツ西発着で一部はタジリグリーンハイツ北発着。タジリニュータウン線はタジリ南2丁目発着となる。 国道442号で民河原橋を渡って上、宗方バス停発車後すぐ左折して、県道41号へ入り、藤ヶ、丘、田尻方面へ向かう。一部の便は、鶴崎線との直通運行となっている。わさ田タウン経由便については、2008年4月1日より、従来の宗方経由から新設の下田尻経由に変更されている。なお、なぜか、 タジリニュータウン行きのバスは、竹町大分銀行前、中央通りに、大分駅前停車時に流れる、車外自動放送及び中央通りに発車後に流れる、行き先確認アナウンスは、タジリグリーンハイツに統一される。大分は朝田タウン線大分市中心部と、同市玉沢にある郊外型ショッピングセンター、時は朝田タウンを結ぶ路線。路線開設当初は船、船大橋、 ホワイトロード経由で運行されていたが、その後大半の便をみんなわら経由へ変更、さらにワサダタウン経由で、田尻グリーンハイツ、富士見ヶ丘、のつはる方面へ向かう路線が追加された。ワサダタウン発着路線時はワサダ、タウンと、市内南部の各住宅団地を結ぶ路線。なお、2016年4月1日より、 西循環と東循環を統合し、わさ田タウン富士が丘循環となった。民河原、松が、丘、富士見が丘、緑が丘方面を置い市中心部と、市南西部の国道442号、国道2 1十号沿線の住宅団地を結ぶ路線。富士見が、丘行きは、グリーンプラザ北。 緑ヶ丘行きは大分南営業所発着、大分南高校経由便を除く富士見ヶ丘、経由便は、すくすく、行き行き村となる。国道210号大道バイパス場根あり、橋の先で、国道442号に入り、明け瓦橋で大分川を渡る。木の上経由はそのまま国道を進み、木の上から国道210号へ入る。松が丘経由は、 明ヶ川橋の先で右折しますが、丘団地内を経由、その先を置いた川沿いに南下し、国道210号の藤見ヶ丘、団地入り口交差点へ至る。藤見ヶ丘線はここで、藤見ヶ丘団地内へ入り、藤見ヶ、丘行きは、グリーンプラザ北停留所まで運行、藤見ヶ丘経由、緑ヶ丘行きは先へ進み、下横瀬交差点で、国道210号へ戻る。 富士見が丘を経由しない便はそのまま国道を進む。緑ヶ丘行きは緑ヶ丘入り口交差点で左折し、緑ヶ丘地区を経由し、地区の最南端にある大分南営業所。大分南高校経由便を除く富士見ヶ丘、経由便は、すくすく、行き行き村まで運行する一部の便は、鶴崎線及び大津運動公園線との直通運行となっている。また、 富士見が丘線の一部は、看護大学前を経由するが、看護大学行きは、看護大学止めとなり、富士見が丘に仕入り口から先は行かない。オアシス経由便は、朝のみ運行。末広町、大分駅前、大分バス本社前、竹町を経由せず、大道立橋の先を直進して、オアシス広場を経由し、昭和通りへ入って、国道197号線に入る。 上記のほか、3YMC 経由便と、大学病院経由便がある。2015年4月1日、K30、K60 の一部を、大分駅南口方向に延伸。富士見が、岡行きは、ホルトホール、大分始発。民河原、二宝団地、萌木台方面大分市中心部と国道442号沿線の、住宅団地を結ぶ路線。以前幕式の方向幕時代。 萌木台行きの方向幕には、萌木台、と、ルビが振られていた。宗方台線は平日朝のみの運行である。民河原、野津は方面を置いた市中心部と国道442号沿線の、同市の津は地区を結ぶ路線。2020年10月のダイヤ改正で、野津は公民館より、先の区間を運行していた K50、K52、K53、K54 が、廃止となり、 K51 も、区間短縮となった。かつては、石合から、恩身を経て竹田まで運行されていたことがある。民河原、木の上経由向きの原方面を置いた市中心部という武士、長間町にある、JR 九大本線向かいの春駅を結ぶ路線。緑ヶ丘入口交差点までは、蒸気機の上経由緑ヶ丘行と全く同一経路。こちらはそのまま道を進み、 湯布しは間町の中心部である久さし大本線、向かいの春駅へ向かう。なお、かつてはさらに先へ進んで、湯布し庄内町へ向かう路線も運行されていたが、不採算を理由に順次廃止され、2006年3月31日を、もって、全廃となった。基幹経路、L 大分市中心部と、県道207号沿線の大分市、各地区及び、湯布しは間町にある、 大分大学、狭間キャンパス、医学部附属病院及び JR 向井の春駅などを結ぶ路線。一部の便は、鶴崎線との直通運行となっている。国部団地線は現在、大分駅が平日の朝1本、国部団地駅が平日の正午頃に1本運行されるのみとなっている。また、L60 は国部団地経由の向井の原線であり、L 系統で唯一。 大学病院を経由しない。医大バイパス入り口バス停から県道207号線の旧道を経由し、各入り口バス停で合流する。過去には、小野屋駅、湯平温泉方面にまで路線を伸ばしていたが、廃止され、湯部市、コミュニティバス、武田市、コミュニティバスに転換されている。帰還経路、M 大分市中心部南西の城南団地へ向かう、路線。終点は、 団地内の城南西町。国道210号大道バイパスを進み、大道トンネル南交差点から県道601号へ。JR 九大本線南を置いた駅手前の城南団地入り口交差点を右折して高台へ上がり、集合住宅の並ぶ城南団地へ至る。流通り経由下高松線との直通運行が多数設定されている。また一部の便は、 大分鶴崎線との直通運行となっている。M11 系統は、平日朝1回のみの運行。姉妹中心部の大分駅前、中央通り、竹町の各停留場を経由せず、昭和通りを経由して、県庁正門前まで運行される。2015年4月1日、M10 の一部を大分駅南口方向に延伸。過去には、 城南団地経由の向かいの原線もあったが、廃止されている。鍵以外にも佐伯大分空港線、スケウスライナーを運行している。大分佐伯線地区中心部を経て、佐伯市弥生町地区の弥生町番章交差点まで進む。ここから国道217号に入り、佐伯市中心部を経て、佐伯駅へ至る。日中は、大分県立病院を経由する。 休校区間は大分栃木間で、栃木から再帰駅間は確定。2018年10月改正により一部の便をコスモタウン経由に変更かつてはトイレ付きのサザンカ専用車両、または元貸切用の観光バスタイプの車両で運行されていたが、経年や長距離乗車客の少なさにより、ノンステップバスワンステップバスに置き換えられ、 車両のグレードが大幅にダウンした。上浦方面、鶴岡方面、平日土曜のみ、運行や良い、後方面、陶器発平日の朝のみの運行だが、この路線は、大分線の路線区間となっているため、平日の日中、土日祝日でも、利用可能。板昌再帰駅間の区間運行がある。板昌線は2018年9月までは平日、朝のみの片道であったが、 2018年10月改正により、平日のみであるが3往復に増便。なお、平日土日祝日関係なく、大分線の一部の区間であるため利用可能。弥生、直川方面、コスモタウン方面平日、土曜は、コスモタウンで、ダイブバスの配区間を代替する再起死、コミュニティバスに接続する。鶴見方面平日、土曜は、鶴見地区公民館前で、 だいぶバスの配区館を代替する再起し、コミュニティバスに接続する。与能図方面平日、土曜は、与能図振興局で、だいぶバスの配区館を代替する再起し、コミュニティバスに接続する。畑の裏方面の裏は、平日朝夕のみ経由する。平日、土曜は、西の裏で、 ダイブバスの配区間を代替する佐伯市、コミュニティバスに接続する構え方面平日、土曜は、道の駅構えで、ダイブバスの配区間を代替する佐伯市、コミュニティバスに接続する。情報科学高校の休校日に、大分高校を発着として運行される。パークプレイス直行無料、シャトルバス大分から、パークプレイスを結ぶ無料シャトルバス。 正月から1月4日とゴールデンウィークの未運行。大分銀行ドーム直行臨時バス大分から、大分銀行ドームを結ぶ有料シャトルバス。大分鳥ニータのホームゲーム開催日の未運行。大分県道56号線経由だが一部袋は、萩原経由もある。にもか利用可能。別府、大分のべ宮崎、パシフィックライナー2006年以前の、 廃止路線系統番号が導入された2006年12月まで、大分バス本社前、県庁正門前などの市街地中心部から各方面へ向かう路線には、行き先番号を採用していた。ただし、大分中心部を経由してさらに先へ向かう場合は、その、行き先番号が付けられた。大分市中心部方面、萩原。 鶴崎方面、滝の大橋、明野方面、船井大橋方面、明河原方面、各方面、佐伯市内2007年の廃止路線2008年の、廃止路線2009年の廃止路線,年の廃止路線かつては、県内各都市を結ぶ特急バスだった時代もあり、内山観音にちなんで、内山の愛称が付けられていた。2011年の廃止路線2012年の、 廃止路線2013年の廃止路線2014年の廃止路線2015年の廃止路線2016年の廃止路線2017年の廃止路線2018年の廃止路線、重岡駅で、大野蓄電バスの重岡駅小野市三重線に接続していた。2019年の廃止路線2020年の廃止路線2021年の 廃止路線廃止予定路線貸し切りバス事業そのものの、分社化は2018年2月現在行われておらず、本体での運用が続いている。本体では、大分南、大分中央、最近の3営業所すべてに在籍。車両は、路線バスと同じ濃紺と白の二色塗装であるが、デザインが異なる。 1967年から現在まで続く白と濃紺のデザインのバスがメイン。一般路線バスと貸切バスではデザインが異なっていたが、最近は貸切からの転用車両でも、塗色変更をしないで運用についている場合が多い。高速バスについては、路線によって異なる塗装が見られたが、近年は白地に。 カラフルなデザインを施した車体に統一されつつ、あったが、2017年度からの導入車両と、車体更新後は、側面は白地に、エクスプレス置いたの文字、後面は白地に置いたバスの文字だけとなっており、従来のカラフルなデザインはなくなりつつある。ありがとうございます。